はいどうも、大谷健二です。いつもありがとうございます。モノマネをします。バラエティ番組 AK ビンゴの無茶振りドッジボールというコーナーの中で、ボールが当たっているにもかかわらず当たっていないと言い張る元 AKB48 高橋ジュリさんに対して、さよならホームラン級の棒読みで罵声を浴びせる同じく元 AKB48高島ゆりなさん。おい、アホ、バカ、クズ、人間のクズ、チビ、デブ、ハゲ、当たってんだよ。はい、ありがとうございました。それではまた、次回お会いいたしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。よろしく、哀愁。